冬のアンデルマット・アンデルマットあるいはアンダーマットは、スイスのウーリ州にあるアインボーナー・ゲマインデである。人口1312人、面積62.15平方キロメートル。レアルプ、ホスペンタルとともに、アルトドルフの南22キロメートルに位置するルゼレン・ダニにある。ルゼレン・ダニとアンデルマット・アンデルマットは、 アルプス山脈のレポンティーネアルプスにあるルゼレンタニーに位置する。アンデルマットは、スイスの南北交通、東西交通が交わる十字路、つまり、グラウビウンデン州とバレー州、ベルン州とロマン州の地域の間に位置している。四つのアルパインパスが交わる場所でもあり、東にオーバーアルプ峠、南にゴッタルドー峠、西にレアルプ峠と、フルカ峠、 北にゲシェナーアーループ峠を要する。アンデルマットとゲシュネンの間に位置するロイスダニのシェレネン渓谷には、悪名高い悪魔の橋がある。マッターホルンゴッタルド鉄道の駅がある。ゴッタルド峠の古い馬車駅、JMW ・ターナーの描いた悪魔の橋考古学者の紀元前4000年に至る年代測定によると、新石器時代にはすでにルゼレンダニに,に集落があった。 ローマ時代には、このアルプスダニーに、ケルト人のヘルウエティー族が定住していたと、考えられている。しかし、アンデルマットの起源は、現在のアンデルマットの町がある場所に定住していた、バルザー民族のアラマン族にのみ求めることができる。アンデルマットの教会区が、歴史上初めて登場するのは、ベネディクト会のディセンティス修道院に土地が寄進された1203年の、ことである。 1649年には、スイス連邦設立に伴う、市民立法を反映して、ディセンティス修道院に関する教会の権利は、廃止された。有名な伯爵たちの逃亡では、イギリスからアルスターを奪回すべく、スペインへ向かった、アイルランドのゲール人伯爵たちが、途中、スイスを通った。1608年の聖パトリックの日、族長たちが、 アンデルマットの近くの悪名高い悪魔の橋のかかる谷に大量の金貨を落としたと伝えられている。落とされた金貨は今日に至るまで見つかっておらず、ゴッタルド峠の失われた秘宝として知られている。乗り合い馬車の通行のため、1818 18年から1831年に渡ってゴッタルド峠が整備された。アンデルマットは峠の前の最後のリゾートとして、 経済的に繁栄し、人気の温泉街となった。しかし1881年、町の直下を通り、スイス中央部にあるゲシュネントティチーノ州のアイロロー、結ぶゴッタルド鉄道トンネルが開通すると、町は、次第に衰退し、繁栄以前の状態に戻った。トンネル工事は何人かのアンデルマット住人である、作業員の命を奪った。また作業員によるストライキが、 軍によって鎮圧され、さらに4人の作業員が死亡した。1885年以来、アンデルマットは、スイス連邦陸軍の中屯地となった。現在は、スイス陸軍の訓練施設になっているが、戦時には、スイス連邦陸軍の司令部となる。ルゼレンダニの貯水池建設計画は、地元住民により否決された。アンデルマットは、幾度の雪崩に襲われているが、 特に1951年と1975年の冬に起きたなだれは、町のいくつかの住宅地を破壊し、飲み込まれた住宅の住人が死亡した。2008年2月27日、アンデルマットの古い教会に、ゲール人伯爵たちのための記念碑が完成し、ノーベル平和賞を受賞したジョニー・ヒュームの手によって、除幕された。ありがとうございます。